ヒートン川になり、バカ花になる。よいしょ。あ、どうも。クソ造形職人、ヒロでございます。いや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 、もう暑いですね。まあ本当暑い。もうね、こう暑いともう何が何だかもう本当何もしたくないなんてことあるんですけど、ちょっと今私口ずさんでましたけど、東京、大東京温度。ね。これ子供の時ね、よく盆踊りでよく流れてたんですよ。これ大東京温度と東京温度。この二つはね、もう必ず近くの盆踊りで流れてたんで、これ聞くとですね、懐かしいんですよ。で、夕方になるとね、風に乗ってこの盆踊りの歌とか太鼓の音がこうなちっちゃく流れてくるんですよ。で、あれ聞くのがもうワクワクして嬉しくて。大人になった今でも、やっぱりこう、夜ね、遠くの方から盆踊りの音が聞こえると、あ、やってんな、どっかで盆踊りやってんなってつい行きたくなる。そんな気分にさせてくれるんですよ。で、そんなところで、まあね、今回のヒロの間は、この盆踊りと、で、その盆踊りの中でも、この私の大好きな、大東京音頭と東京音頭、このね、歌が好きなんですよ。なんか好きなんですよ。ワクワクした。そこら辺をね、ちょっと語りたいと思います。はっきり言って造形とか全然関係ないです。まあそんな形でね、ちょっと今回のヒロの間は、盆踊り、これでいきたいと思います。ということで、ヒロの間早速、行ってみましょう。おチャンネルは、空想立体工場が、お送りいたします。はい、ということで、まあ、盆踊りで風に乗って聞こえてくる盆踊りの歌が好きだと、曲が好きだと。で、その中でも東京音頭と大東京音頭が大好きなんですよ。これ見てる方で地方の、まあ、地方というかね、地方いろんな地域によってみんなが懐かしいと思う盆踊りの曲っていうのは様々あると思うんですけど、まあ、私は、まあ、生まれもともとね、東京の上野の方だったんで、まあ、やっぱり盆踊りといえば東京音頭、そして大東京音頭はもう欠かせないというか、必ず夏になると聞く曲だったので、まあ、そんなところなんですよ。で、このね、盆踊りってね、ちょっと調べてみたんですよ。この盆踊りっていうのは、もともとこの仏教の念仏踊りっていうものがあったらしいんですよ。で、この念仏踊りっていうのは、まあ、自分自身で念仏を唱えながら踊るものと。で、その後に、まあ、踊る人と、念仏を唱える人が分かれて、踊り念仏みたいな、風にこう、名前を変えて発展していくらしいんですよね。で、まあ、これが、地方といろんなところの民族とか芸能、そういったものが、お盆という風習に、ま、なんていうんですか、合わさって、で、盆踊りっていう形に変えていくらしいんですよね。まあ、それがなんか盆踊りのこう起源というか始まりらしいんですけれども、まあまあまあ、そんなことがあって、まあ、今ではね、もう櫓を組んで、提灯が出て、音頭を流れてみんなでこう、踊ると。てんてれんてんてんてれんてんてんてんみたいな感じになるんですよ。で、まあ、さっき私がね、この二つ曲が大好きだと言ったそのね、東京音頭。ね、はぁ、踊り踊るなら、ちょいと東京音頭、よいよい。花の都の、花の都の真ん中で、あ、それやっとな、それよいよいよい、やっとな、それよいよいよいと。まあ、ね、すいません、下手な歌で。まあ、これが東京音頭ですよ。いや、これ皆さんこれ聞いたことあると思うんですよ。有名ですから。で、私がもう一個好きなのは大東京音頭でね。まあ、橋幸夫と金沢智子さんのバージョンとかも好きなんですけども、このね、東京音頭。これね、東京音頭って、結構皆さん、盆踊りで知らなくても、ヤクルトスワローズの応援歌とかでも知ってる方いると思うんですけど、でね、この東京音頭ってね、実は原曲があったらしいんですよ。でね、もともとこれね、原曲ね、丸の内音頭というのが原曲であったらしいんですよね。で、これは、1932年に丸の内音頭っていうのができたらしいんですよ。で、1932年、なんでこの丸の内音頭ができたかっていうと、まあ、丸の内、界隈を活性化させるために作ったご当地ソングだったらしいんですよ。この丸の内音頭っていうのは。で、日比谷周辺の百貨店の三松っていう百貨店があって、まあ、そこの PR 企画として、まあ、周囲を活性化させるために1932年に誕生したのがこの丸の内音頭らしいですよね。はい。で、この丸の内音頭、1932年に、まあ、作られまして、翌年の1933年に東京音頭と名前を変えてビクターがレコード化をするんですよ。
で、その時に、丸の内温度から東京温度に歌詞が変わる、名前を変えたことによって、この丸の内温度の中の歌詞も変えて、東京温度にしたらしいんですよ。まあ、要はその丸の内 だけではなくて、東京という大きな括りで名前を変えたわけなんで、丸の内温度では、歌詞の中に、すきや橋とか、大手町とか、あと、丸の内。まあ、要はその、丸の内界隈の地名が出てくるんですけれども、この1933年の東京温度発売された時には、歌詞の方が、まあ、東京の地名、上野、銀座、隅田など、まあ、各地の有名な地名にこの歌詞が変えられて、まあ、要はそのレコード化されるんですよね、ビクターから。で、まあ、この東京温度っていうのはもうリリースされてからもう93年ほど立って、もうやっぱり長い間もう皆さんの耳には親しみをね、盆踊りといえば東京温度ってもう本当に親しみある曲になってるんですけれども、まあ、先ほど言いましたように、ヤクルトスワローズの応援歌になったりとか、あと、なんかね、現代版にこうアレンジされて、大江戸東京温度っていう風に変えられて、まあ、平成バージョンが出たりっていうね、風になってるんですよ。ちなみに平成バージョン私ね、ちょこっとだけイントロ聞いたんですけど、だいぶ、雰囲気変わってましたね。三味線でイントロ入ってくるんですけど、東京温度って、てんててんててんてれんててんてれんててんててんじゃないですか。ちょっとね、そこら辺がね、三味線入ってるんで、懐かしい日本の歌詞はなってるんですけど、だいぶね、曲のアレンジがだいぶ入っていて、平成バージョンになってましたね。ちょっと口で表現するのは難しかったんで、あれなんですけど。まあまあ、それが、東京温度ですよね。で、そうそうそう。皆さん、先ほど丸の内温度って言ったじゃないですか。で、丸の内温度、ちなみにどんな歌詞だったかってちょっと気になりますよね。ええ。まあ、レコードで、別に YouTube でも上がってるんで、それ聞きゃいい話なんですけど、ちょっと歌ってみます。丸の内温度ってどんな感じだったか。イントロは、東京温度とほぼ一緒でした。てんて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 てん。はぁ、踊り踊るなら、丸くなって踊れ、えよいよい。踊りゃ心も、踊りゃ心も丸のうちや、それやっとな、それよいよいよい。やっとな、それよいよいよい。ちゃんちゃちゃんちゃちゃん。はい。という感じで、まあ、曲、原曲、イントロは全部、東京温度。まあ、一緒でした。まあ、当たり前ですよね。丸の内温度が原曲ですから、まあ、そこから、もうほぼ、歌詞だけ変えて東京温度になったってことが、まあ、これでもわかるわけですよね。まあ、そんな形で東京温度っていうのが、まあ、まあ、存在してるわけなんですよ。ねえ、どこぞのよくわかんねえ男が、この、わけわかんねえ仮面かぶって、こんなわけでわかんない。作業部屋でね、盆踊りを一人で歌ってるっていうとんでもないこんな動画なんですけど、まあまあ皆さんお付き合いください。好きなことだけやってますんで。はい。はい。そして、もう私がね、さっきから言ってるように大好きな曲は、大東京温度なんですよ。これ、東京温度と大東京温度って言って、もう一瞬でパッと区別つく人っていうのは結構、ね、大先輩のね、もっとこう、年の上の方の方だったらすぐこう、区別つくかもしれないですけど、まあね、なかなかね、私もね、盆踊り曲好きでも、大東京温度、東京温度、てんててんててんがどっちだっけで、ってこう、ちょっとね、一瞬でこう、どっちがどっちだかわかんなくなるんですけれども、大東京温度は、東京温度よりも全然若いんですよ。東京温度は1933年じゃないですか、リリースが。でね、東京温度の方はね、1979年にビクターが出したレコードなんで、で、歌ってるのが橋幸夫さんと金沢明子さんなんですよ。はい。これちなみにこの大東京温度知らない方のために私ちょっと歌いますね。すいませんすいません。これで、ね、イントロからいきます。イントロは東京温度はじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃんタランタタ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 ンじゃないですか。大東京温度は違うんですよ。てんてんてんてれんててんてれんててんててんてれてれてれんてれ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 んてれんててんてんててれてテレンテテンチャッチャッテレッテトゥントゥテッテ入って、こっから歌が入ってるんですよ。皆さん、ついてきてくださいね。夏なんで、盆踊り気分でちょっと来ててくれたら幸いなんですけど、
あ、そんな感じでね、あの早く歌えた話なんですけど。テレンテテンテンテンテレンテンダランダテンテテテレテテテテテヒイトンが輪になりそれはが花になる江戸の残りがほのぼの溶けて通う心に咲き残るそれと今日東京大東京それ咲いて咲かせていつまでもそれいつまでもテレレンザラって、まあ、こんな感じなんですよ。こんな感じが大東京音頭なんですよ。で、この大東京音頭、ね、先ほど言いましたようにイントロが東京音頭よりも大東京音頭の大東京音頭の方が入りがねバツンとねいいんですよ。てん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 って入ってるんですよ。あれね、楽器何使ってるんだろう。まあまあもちろんオーケストラは使ってると思うんですけど、1933年にねレコード祭が東京音頭の方はどっちかというとお座敷小唄のあの感じのね雰囲気があるんですね。三味線とかのちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃちゃんかちゃんこういう小梅太夫さんみたいなね、ちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃらんちゃちゃ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 ん、はあ、踊り踊るなら、ちょいとみたいなね、ちょっとお座敷っぽいんですよ。ただやっぱり1979年に発売された橋幸夫さんと、まあ、金沢明子さんバージョンになると、やっぱり年代もね、ぐっと若くなってますから、使われてるこれ演奏する楽器もね、まあ、フルオーケストラで、変わってきてますから。やっぱりね、音の厚み、迫力違うんですよね。雰囲気はね、なんかちょっと似てる部分はあるんですけど、てんてんてんてれんてちゃんちゃらんちゃちゃんちゃちゃん、ばばばらばばんてらりんれれってでてればらー、てれんててんてんてんてれんてちゃちゃんちゃちゃん、ばっば、てれってずんたたんたひー、ひーとんがわになる。よくないですかこれ。これこれ皆さん、ちょっとついて、離れないでくださいね。バカか、あいつは、仮面かぶったバカは、何やってんだ、一人で、盆踊り歌って。だ思ってる方、まあ、ほぼほぼ皆さんそうだと思うんですけど、私好きなんですよ。この、東京音頭と大東京音頭、この盆踊りの歌が好きで。で、特にこの2曲が好きで、この大東京音頭が一番好きなんですよ。多分、この、私の口ずさんでるものじゃ、なかなか、ね、少ししか伝わんないんで、ぜひ原曲をね、一応 YouTube 上がってますし、ね、もしかしたらおじいちゃん、おばあちゃん、カセットテープが持ってるかもしれないですけど、ぜひ聴いてもらいたいんですけど、大東京音頭はね、いいんですよ。まあ、そうそう、ちなみに、この大東京音頭って、まあ、ビクターがレコード化した1979年に、レコード化してるんですけど、このね、東京音頭なんで作られたかっていうとね、これ結構理由がしっかりありまして、実はね、この東京音頭、作られたきっかけっていうのは、東京12チャンネル、まあ、今で言うテレビ東京が、開局15周年記念を記念して、始まった企画らしいんですよ。で、詩はね、公募で約3000人から、応募作品が集まって、で、その中から選ばれた歌手を、藤田正人さんっていう方が、まあ、補佐で、少しこう手直しというか、まあ、補作して、で、詩を作って、で、曲の方は、作曲家の遠藤実さんが作曲して、大東京音頭を仕上げたんですよ。で、それを、まあ、ビクターからは、まあ、橋幸夫さんと、金沢智子さんが歌ったり。だから、結構ね、この大東京音頭って、南春夫さんバージョンだとか、都春美さんバージョンとか、他の方、いろんな方がね、この大東京音頭ってレコード出してるんですけれども、一番ヒットしたのが、この1979年の橋幸夫さんと、金沢明子さんバージョンが一番大ヒットしたんです。で、もう東京、あと東京近郊、まあ、埼玉も含め、他のところも、この大東京音頭っていうのは、この盆踊りが欠かせない、楽曲になっていくんですよ。だから、これ聞いてて、ね、もっと他の地方、地区に住んでる方は、大東京音頭って言われても全然ピンとこないなって方、たくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ、私の場合は、まあ、生まれもともと、まあ、東京のね、東上の、で今もね、東京近郊に住んでますんで、やっぱり夏祭りというか、この盆踊りといえば、まあ、東京音頭とね、この大東京音頭。で、これが、
ファヒート側になりよいしょ、あのね掛け声が女性のね、あよいしょあそーれとかが入ってくるんですよ。よいしょとかね、そーれとかこうあの合いの手が入って、でこれが夕方ぐらいになると遠くの方から風に乗ってトゥンテレンテリンデリンデリンデリンとかタレがトントンスタタネリリリンこう風に乗ってこう来るわけですよ。あね友達とこう遊んでて夕方ぐらいになって風もちょっと涼しくなったあたりで、あ今日どっかで盆踊りやってんだよみたいな、どこだろうな、あ向こう向こう、南の方だからもしかして足立区の方でやってるかもしれないとか、いや ほんとですよ。あのね、だいたい子供ながらにあっちが東、あっちが西って分かってますから、ね、日が昇ってくるのが東ですからね。あの、だいたい耳すばせればどっちの方から、あの、盆踊りの曲が流れてるって分かるんですよ。それを聞いて、ああ、足立の方でやってんなとか、ああ、こっち、埼玉の方でやってんのかなとか。それで聞いて、あの、チャリンコでね、あの、盆踊り。だいたいもうこことここ、あそこの公園とあの小学校でだいたい分かってますから、毎年のことなんで。で、行って、まあ、あの、金魚すくいとかね、あの、亀すくいとか。あとこの紐を引っ張るあの当てくじとかねやって、もう夏の夜をね子供ながらにもうすごい大満喫したわけですよね。えなあ、もう本当懐かしい、あの時に戻りたい、帰りたいなあ本当に。学校の勉強とかしたくないんでね、夏休み、小学校の夏休みにだけ戻れるなら私は戻りたい本当に。あの今回いろいろ何を伝えたら、とにかくその盆踊りですよ。はいはいはい、すいません。とにかく、大東京音頭と、この、東京音頭。まあ、これが私が大好きな盆踊り、懐かしい盆踊りの、曲なんですよね。まあ、それを今回、ヒロノバではちょっと、語りたくて、語らせてもらいました。皆さんはね、懐かしい、もう盆踊りといえばこの曲が懐かしいってことはたくさんあると思うんでね。まあ、今年の夏もね、多分、やっと、なんていう、花火大会も解禁、ちゃんと公に解禁されましたし、盆踊りもね、各地で始まりましたんでね、ぜひ地元の盆踊りにね、久しぶりにこう足を運んで、真夏の夜のね、夜長をこう楽しんでみてはいかがでしょうか。ということでね、ね、今日もね、暑いこの作業場、これエアコンないんですよ、ここ。なのでね、このカッパの、浅草で売ってるね、このカッパの和紙でできたうちわを仰ぎながら、蒸し暑いこの、作業部屋からお送りしてます。ヒロノバでございます。まあ、こういった形で、まあ、盆踊りをね、盆踊り取り上げたり、それこそ西部警察で好きなドラマだとか、好きなおもちゃフィギュア、好きな映画で作ったこう作品ね、自分の作った作品とか、あとウクレレとか、本当に自分の好きなことだけをお送りするこのヒロノバ、こんなチャンネルになっております。ちょっとでも、ビビたるぐらいでもいいんで、ちょっと面白いな、なんか変わってんな、変なやつだな、面白いなと思ってくれたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、今回もヒロノバ、最後までご覧いただきまして、本当にありがとうございました。ぜひね、今晩、近くの盆踊り、風のね、風に乗ってくる音が聞こえたら、あっちで盆踊りやってんな、ちょっと行ってみようか、ね、なんつって、行ってみましょう。とか言いながらね、聞こえてきましたよ、盆踊りの音が。どっちだろうな。向こうだから、東、東北の方だな、どっかの公園でやってみたいです。ということで、私もこの後ちょっと近くのね盆踊りちょっと覗いてみたいと思います。ということで、また次回お会いする日まで、さようなら。